中央の建物の右側にウォッチマンの看板が見える。ウォッチマンはかつて日本に存在した専門量販店チェーンである。高級腕時計をはじめ、時計、ブランドバッグ、宝飾品、家電製品、カメラ、ゴルフ用品などの安売り販売を行っていた。本社は愛知県名古屋市にあった。2006年までに全ての店舗が閉鎖、またはチェーンから離脱した。 名古屋の主力カメラ系量販店の朝日堂カメラ、トップカメラとともに家電量販店の一社で高級ブランド品の安売りチェーンとしては草分け的存在である。この二社とは異なり主力商品は時計で1990年4月期には売上げの4割近くを占めていた。地元を離れなかった朝日堂カメラや京都府と静岡県に1店舗ずつ進出していただけの トップカメラとは異なり、一時期は全国展開を実施し、最盛期には北海道から九州地方にかけて約40店舗を展開し、在名局を中心にテレビ CM などの広告宣伝を積極的に行っていた。テレビ CM では、信じるものは得をする、信じられない、この値段ウォッチマン自信満々ウォッチマンの歌詞がついたオリジナルのテーマソングが流れていた。 1982年当時の名古屋プラザホテルがホテル内で時計の販売を始めた。これがウォッチマン1号店である。創業者によると曜日によっては冬でも冷房がいるほどの繁盛ぶりだったという。後に店舗を増やし、1989年7月時点では店舗数26のチェーン店となっていた。同年8月、旧ウォッチマンは トヨタ通商との合弁企業、ウォッチマンを設立し、チェーンを新ウォッチマンへ譲渡。後に旧ウォッチマンは社名を名古屋プラザホテルに戻した。新ウォッチマンも積極的にチェーンの規模を拡大。最盛期の1991年度には約40の店舗を持ち310億円の売上高を誇った。その後は山田電機や ビッグカメラといった関東資本の大手家電量販店が中京地区へ進出した影響などで売上が減少。店舗数が18となった1998年、新ウォッチマンの経営から旧ウォッチマン関係者が離れ、豊田通商の子会社となった。それでも2002年3月期には75億円の債務超過に陥った。2004年5月には、 新ウォッチマンの全株式がアセットマネージャーズの企業再生ファンドへ譲渡され、同時期にウォッチマンホールディングスが設立された。この年から大幅に店舗網が縮小され、2006年には本店と三の宮店を残すのみとなり、売上高も156億円から50億円にへと激減した。そして同年7月、新ウォッチマンは債権者側から破産を申し立てられ、 8月に倒産した。この時アセットマネージャーズはすでにウォッチマンとは無関係だと発表している。ありがとうございます。